新アポロンです。父はジャイアンツコーズウェル、母の父はサドラーズウェルズです。遠心アポロンは現役時代に重賞を3勝、2歳児から1戦級で活躍を続け、4歳児のマイルチャンピオンシップでグランプリボスやヨーロッパの強豪であるサプレザを退け、見事 G1 制覇を成し遂げました。父ジャイアンツコーズウェルは G1 レースを6勝した超一流馬で、ストームキャット直視らしく素晴らしいスピードを3区に伝えており、 G1 4勝のシャマーダルを筆頭に多数の活躍馬を輩出、種馬としても大成功を収めています。本馬のセールスポイントは筋力豊かに恵まれた馬体と卓越したスピード、それに加え小馬になってから G1 レースを制した成長力が挙げられます。ご覧の通り本馬はストームキャット系らしいボリュームのある体型を誇っていますが、昨年誕生した初年の3区もまた父譲りの体格に恵まれた子が多いという報告を受けておりますので、素晴らしいスピードとパワーも確実に遺伝しているのではと考えています。遠心アポロンの本年度の種付け料は受胎条件60万円、生後条件90万円となっております。ジャイアンツコーズウェイが送る期待の後継種牡馬遠心アポロンをどうぞよろしくお願いいたします。